ジャン君、おはよう。ジャン君、今日は朝ごはんを食べてる間、ずっと部屋で泣いていたジャン君です。寂しかったですか？今日は多分一日、仕事三昧ですが、夕方から30分だけね、最後のギター教室行ってこようと思っています。今日はギターのテクニックに関してではなくて、雑談にしようかなと。とりあえずこの、今ここは秦野ですが、秦野というところでの音楽をしながらのその人間関係とかね、その辺のところをちょっと 語らってきよう、来ようだ、来ようと思います。今後、例えばね、細かいとこでは、ライブの最中にパーカッションを手伝うとみんなが喜びそうなんですが、パーカッションやった方がいいかどうかとかね、そんな雑談をしてみようと思います。徐々にこの土地に馴染んでいく、私たちでございます。ちゃんくんもね。ポンちゃんもかい。はい、ポンちゃん。はい、おいで。ちょいで。おいで。ここまでですか。そして毎日しめないんですけど、君たちねえ、ジャン君 はい、いい子だ。はい、いい子ね。よいしょ。ご飯ですって。ちゃん、